おはようございます。おはようございます。Hey, Joel. おはようございます。それ本食べない。Joel. なんかゴミついてるし。くら。Joel. Hi, good morning. おはようって。Happy morning.僕まだちょっと眠いっすよね。とりあえず畳みまくってで、これはアイロンかけしなきゃいけないやつ。これジュエルのだから、ちょっといろいろ、あとは下着類。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ジュエルもこんにちは。ジュエル、こんにちは。Get my trombone kit. Music store to get trombone kit. なんかトランボーン、日本語でなんていうのかわかんないけど、こう綺麗にするキットをちょっと買いに行きます。
スープ。とりあえずこんな感じです。はい、帰ってきました。その後セーフウェイ行ってアーティーチョークをまた買ってしまった。最近めちゃくちゃハマってます、アーティーチョーク。なんか蒸してオリーブオイルとガーリック乗っけてまた蒸すみたいな。これちょっと大きめだからだいたい1時間ぐらい蒸す感じですね。出来上がるのが楽しみ。できました。でこれオリーブオイルとガーリックのやつをちょっとマヨネーズで混ぜて一枚一枚食べていく感じです。はいどうも。はい、まあとりあえず今日はこんな感じですね。アダーナスの弁当作った。これなんだ、ブリトー、中にチーズとチキン入れて、であとはちょっと大きめに作った。ちょっとおやつとディーンからもらったおやつとジュースを入れたりようかなって感じです。学校の給食があってそれでいいって言ってたんだけど、なんか最近やっぱり体が大きくなってるせいか、学校の給食って言ってもピザとか冷凍ピザとか冷凍ハンバーグちっちゃいのが出るぐらいで、彼他の子より大きいじゃん。だからで最近本当よく食べるようになって、でやっぱりたまに美味しくないからピザとか冷凍ハンバーグ出るの嬉しいけど少ないし、たまに美味しくないものも出るしみたいな。私の味になれたこの子。まあいいや、はいって感じで、だからやっぱりママのなんか1個ぐらい欲しいなとか言って、まあいいよみたいな感じ。やっぱり栄養取れるものを入れてあげたいからやりますって形で。もまた少し経つとやっぱり入れないって始めるんだよねあいつ。まあいいや、とりあえず今日のビログマスはしかしひどいな。どうしたマジで。上に上がっちゃってるし、ここ下に上がります。上がります。上参ります。はい、今日のビログマスここまでです。バイ。